俺も鬼退治に同行する。というわけで、私と勇は仇である主典の君を滅ぼし、鬼退治の一族としての生業を続けているのです。そうか。雫たちと話していて分かったことがある。ここは俺が知る世界ではない。異国ですらない。血鬼術による幻影である可能性が極めて高い。だがその鬼も俺の知る鬼とは違いすぎる。日の下を歩け、日輪刀で首をはねずとも倒せる。その上、鬼が人を食わない。例外もあるそうだが、ごく少数。俺の知る鬼とは真逆だ。我々と同じように、鬼を倒す鬼殺隊なるものがあるとはつゆ知らず、己の不明を恥じるばかりです。俺にも知らないことは多い。特に、このヨトバリの森や、ルーンと呼ばれる鉱石。あまりにも不可思議だ。周囲を局所的に夜と変えるヨトバリのルーン、この島の名産です。やはり根本的に何かが違う。まるで俺の知る世界とは別の。なんだこれは。どうした、しずく。わからない。昔の記憶が急に浮かんできて。主典の君。なぜ貴様が倒したはず。はっ。現実か。イサミ、右の木陰だ。誰かいる。そこ。鬼退治の一族にまで狙われるた。俺も大物になったもんだ。人の記憶を読むとは趣味の悪い術だ。だが無駄だ。もう二度と遅れは取らん。ああだろうな。一度勝ってる相手ってのはどれだけ用意しても雑魚にしかならねえ。だから記憶を混ぜることにしたよ。お前ら鬼退治の一族には倒せない鬼を作ればいい。この気配。下がる。攻撃が通用しない。お前も鬼殺隊ってやつか。厄介だな。おい、だったら勝つで勝負だ。せいぜい食われねえように決まれ。これは俺の知る鬼に似ている。日輪刀で首をはねねば死なない。俺がとどめを刺す。援護を頼む。わかりました。行くぞ勇。一切承知。水の呼吸11の型なぎ、打ちしよう。
級11の型凪。